みんな、ちゃちゃまる帰ってくるよ。迎えに行ってくるよ。おはようございます、ゆいです。今日は5月7日ゴールデンウィーク最終日のただいま朝8時半手前ぐらいなんですけど、5月4日からね、ちゃちゃまるが入院していまして、今日無事に退院できるということで、今からちゃちゃまる救出作戦に行きたいと思います。その後はね、いつもはかかりつけの病院にそのまま行くんですけど、今回はそのまま自宅で帰っていいとのことなので、そのほのぼのとした自宅の様子をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。待ってろちゃちゃまる、今行くぞ。最後にしたいね。救急はね、絶対に。じゃじゃまる、なんか入ってダメだよ、これからお会計だから。あ、なんか入ってる、よく頑張ったね。あれ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、もうね、帰ろうね、ちょっと待ってよ、はい。はい、頑張った、頑張った。ちょっとダメだよ。ちゃんと酸素質の効き方聞いたからね。任せて、もう私たちに。効き方、あ、使い方。帰りますよ。よかったね。お外だよ。開けて。誰だろうね、わかる？かわいいね、ポテポテ歩いて。はい、退院おめでとう。
たらすぐ食べましたって言って落ち着いて落ち着いて食べて。すごいよね、いつもよりすごいかも。タビちゃんの横取りするほど食欲が旺盛です。タビいいの？いいの？タビお腹すいた。次は人間のご飯作ります。自家製ぬか漬け。おいしそう。いい出来だよねこれ。おいしそう。本日の朝ごはんはローカット玄米にもんちゃん特製のお味噌汁に、鮭と納豆、ベーコン、自家製ぬか漬けに梅干しと麦茶と。いいですね、健康的な和食でホテルのバイキングみたいな。いただきます。いただきます。いただきます。お腹すいた。ぬか漬けの漬かり具合はどうかしら。おいしい、上手に食べられてます、ちょっと酸味が出てきたかもね。ね、本当？うん。お米もおいしい。どう？お味噌汁。おいしい。おいしい。上手だね。油揚げ美味しい。油揚げ美味しい。すごいよね、株買ったらさ。カブの白いところはぬか漬けに入れてさ、葉っぱはお味噌汁で使えるからさ、無駄がないよね。美味しい。美味しいよね、鮭。あんまりしょっぱくなくていいわ。甘口って書いてあった。うわー、ほんと、ビバ和食。納豆食べるよね。あ、ちょっと。どうぞ。ネズミを懐に抱えてるんですね。お友達なの？もうね、私ももんちゃんもヘロヘロでね、もう口も回らないや。あのちゃちゃまるは今お父さんと戯れてるからね、お父さんにバトンタッチしてお昼寝したいと思います。おやすみなさい。あ、今ね。11時52分。はい、おやすみなさい。あんちゃんもお昼寝する？今夕方の4時ぐらいで、なんとあのあとね3時間ぐらいもんちゃんと一緒にねお昼寝しちゃってたんですけど、今日はあのゴールデンウィーク最終日ということで、あの川崎でやってるねあのハイサイフェスタがあの今日から最終日だから、あの8時までで今からさっと行って、あの沖縄そばなんかをね食べたいと思います。Thank you.
もんちゃん。こんなハイサイ初めてかな。いやお腹すいた。よしこのね宮古そば完売だ。八重山にしようかな。どうぞ買ってきます。八重山そばだよ。美味しそうでしょ。美味しそうだね。いただきます。いただきます。美味しい。麺が全然違う。あ、豚麺だ。うん、わあ美味しそう。すごいこれ。やばいよこれ。昨日買うか悩んだが、今日また行ったのか、お帰りなさいって言われた。うわすごい。うわうま。うわうま。最高。結構辛いよね。これ美味しい。うん。うん、雨穴場だね。ね。すごいね、このスペアリブというか。これ繊維いいね。うん、あ、美味しい。美味しい。すごい。これの出汁がこっちに入って美味しくなってる。あ、本当？うわ、やっぱさっきのさ、八重山と違うね。麺が。ちぢれっぽい。うわ、美味しそう。え、違うよ。違うかな。うん。あ、美味しいね。ね。全然違う。うん。見てこれ。うわ。すごい美味しいよね。すごい美味しい。上手だよね、作り方。うん、かわいい。うん、すごい。沖縄の麺使えば何だって美味しいんだ。あ、美味しい。家から10分でこれが最高だよね。増設してほしいな。お土産にタコライスも買いました。多分滞在時間3、40分だったね。うん、沖縄そば美味しかった。じゃあ帰ります。大丈夫ね。大丈夫ね。遅いんですが、今から夜ご飯です。さっき買ったあのお持ち帰りしたね、ハイサイのタコライスと、朝ボンちゃんが作ってくれたお味噌汁にぬか漬け、プルーンとディーンデルーカセットと、クラッカーとかグリッシーニとブドウと無糖の飲みヨーグルトです。ボンちゃんはなんかまだお腹空いてないみたいなので、私だけ食べます。乾杯。
端に追いられてるじゃん。一緒に座ってるの。なんかもんちゃんの下に手当ててるよ。ハムとチーズ追加。うわー、こういう感じだ。美味しそう。最後までご視聴ありがとうございました。なんだかちゃちゃまるを退院させて、ただ3食ご飯を食べるだけという動画になってしまいましたが、楽しんでいただけたら幸いです。皆様も、お家でご飯食べてみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。